陰歴3日夜の月。月齢2.6日。2008年2月9日18時13分。翌日2時13分。フランスベルフォール。なお、日本ではすでに沈んでいる時刻である。広場の一つにあるクレセントの彫像三日月。上月は陰歴3日の夜の月。ここでいう陰歴とは、1日を1日とする暦。つまり、中国歴。 割力など退陰太陽暦を含む退陰歴のほぼ全てである。円弧状の細い範囲が輝いている。そのため、眉月、ガビ、先月などとも言う。三日月より早い二日の月はほとんど見ることができず。三日月は最初に見える月であるため、新月、初月などとも言う。他にも多くの異名がある。三日月の光景は太陽よりわずかしか先行していないため、 三日月は日没のすぐ後に光っている側を下にして沈む。一方、三日月の出は日の出のすぐ後であるため見ることは難しい。1日が陰暦1日なので、三日月の月齢は3日ではなく2日である。厳密には、1日は陰暦1日の平均12時で、一方三日月は、 日没直後しか見えないので3日18時の月齢を求めると平均2.25日になる。これは平均昨防月29.53日の約8%で月賞は平均27度2.13日となる。ただしこれらは平均であり、1日の時刻のばらつきなどにより半日強の変動がある。地球から見た三日月の輝いている面積は にイコール0.056と満月のわずか6%に過ぎない。しかも光っている月面をほぼ真横から見ているため高度はさらに下がり満月の1300に過ぎない。陰二26日深夜の月を26夜といい三日月に形は似ているが光っている部分が東西逆側である。見える時間も違い日の出の前に光っている側を下にして登る。抗議には 厳密に、陰暦3日の月だけでなく、新月と上限の間の広い範囲の月賞を、三日月と呼ぶこともある。英語のクレセントやフランス語のクロワッサンなどは、この意味である。ただしこれらの語は、月に限らず、作望する天体一般に使える。また、加減と凄森の間の月も、三日月と呼ばれることがある。英語でもこれをクレセントと呼ぶが、 デクレッセントとして区別することもある。月は肉眼で作望を確認できる唯一の天体であるため、三日月は月を象徴する形としてよく使われる。ただし、実際の三日月では内側の輪郭は同心の大円弧だが、三日月型では内側の輪郭は変身した円弧になっていて、弧が実際の180度より長くなっていることも多い。三日月と 星はイスラム教の象徴であり、多くのイスラム教国の国旗に使われている。ユニコードでは U プラス 262A に符号化されている。星とセットで用いられることが多く、月のみの場合は少数である。赤十字社に相当する赤新月社の旗では三日月のみを用いる。向きは C の字型が圧倒的に多いが逆 C の字型や 実際に見えるように明るい部分を下や斜め下に向けた三日月もある。月の先生実記号は三日月型である。ちなみに左右の向きはどちらでもいい。伊達正宗の兜の前立に大きな三日月があしらわれているため、旧仙台藩にある宮城県や仙台市の公的施設、マスコットキャラクター、商業施設などに三日月のデザインが用いられる例がしばしば見られる。 顔株式会社のシンボルマークは顔のついた三日月型である。関西学院大学の交渉は三日月の中に KG という文字をあしらったものである。同学院では新月という表現をするのが一般的である OBOG 会などの各種団体に新月会という名称をつけていることが多い。他には現月、クレセントという表現をする場合もある。 三日月の地名は日本各地にある。三日月湖など三日月型の地形から名付けられたものが多い。このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味、食能を有する場合の水先案内のために異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んでください。 このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に貼り替えてください。ありがとうございます。